今回アウのハーフリレーマラソンスタートです。3、2、1。それでは表彰式を開催します。こちら、青森ウォンダーフルと活性化協議会会長、細川英邦さん、前の方までお願いいたします。それでは発表します。今大会第2回、アフロハーフリレーマラソン、まずはタイムの方の表彰をいきたいと思います。それでは発表いたしましょう。第3位石玉不動産、前の方へお願いします。おめでとうございます。はい、渡しましょう。3位、何で1位なの？いいね。さあ、濡れますんで早く持って帰ってくださいね。はい、表彰の音楽、音楽投げるんですか？音楽なし。はい、おめでとうございます。はい、大きな拍手お願いします。さあ、行きましょう。第2位、ボーンティーライトさん、おめでとうございます。前の前をお願いします。ちょっと思い浮いてますよ。中身なんだかわからないんです。すみません。どうも、はい、ありがとうございました。さあ、風も強くなってきました。急ぎましょう。そして、栄えある第1位は道の国小屋歩さん、おめでとう。おめでとうございます。さあ、一言お願いします。来週から全国大会に行くので、いい、ぜひやります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。大きな拍手。さあ、ここから個人賞2賞いきます。私が勝手に選んだ個人賞をプレゼントしましょう。こちらチームつなぐのつながない鈴木さん、おめでとうございます。傘飛んじゃうんでね。つながない、つながないでしょう。今日は準決勝だったんで、この一環で満足してません。よし、来年も来てください。おめでとうございます。傘反対になってるし。さあ、そして、こちら、最優秀もつけ賞、細田会長が選びました。みちのく銀行マジックミラー号のアップルマラソンでこの前走ったお父さん。はい、お父さん。さあ、お父さん、みんな一緒にお願いします。今日は下崎市から参加しました。来年も参加します。今日の朝ごはん味噌汁飲みましたか？一応私。はい、おめでとうございます。さあ、こっからはあと残すところあと2勝、団体賞になります。今日来ていただきました、副市長佐々木さん、ここは審査員特別賞副市長を選びました。発表します。審査員特別賞団体賞、富田 RC さん、おめでとうございます。ごめんね、抜いちゃって。どうもありがとうございます。これ選んだところの内容はどういうところで選んだんですか？分かんなくて抜いちゃいました。そうです。まずはおめでとうございます。大きな拍手お願いします。さあ、それでは会長さんのよろしくお願いします。一緒ですね。これ商品多いから。さあ、今回栄えある第2回アフロハーフリレーマラソンアフロ賞を発表します。各チームの皆さんから選ばれたこのアフロ賞、今回第2回目は発表します。第2回アフロハーフリレーマラソンアフロ賞は、長いな。まあいいや。ナミオカンド愛好会さんです。おめでとうございます。さあ、栄えある第2回アフロ賞、こちらを取ったのはなんと選手先生も頑張りました、ナミオカンド愛好会さんです。おめでとうございます。どうぞ前の方へ。会長からの説明を。最高のコスプレありがとうございました。おめでとうございます。さあ、中身がわからない円ファクトリー詰め合わせセットと、
そしてもう一人来てもらえますか。すみません、瓦が出ました。ちょっと持っていただきました。軽くないっすよ。そしてもう一人は波岡さんに栄えあるアームのクラウン、おめでとうございます。来年はまだまだできると思ってます。ぜひ、2連覇を阻止すべきと思いますので挑戦してください。待ってます。さあ挑戦状が出ました。そして最後その挑戦状を受けて、まずは波岡さんありがとうございました。さあ挑戦状を受けまして、最後会長ご挨拶をよろしくお願いします。皆さん大変お疲れ様でございました。最後の最後に雨降っちゃいまして、ちょっと残念ですけども、今日は20チーム参加いただいて、無事怪我もなく、終わることができました。西の区銀行野球さん、ただいま第1位でゴールテープを切ります。撮影の用意もお願いします。大丈夫ですか。さあ第1位さあ感想聞いてみましょう。おめでとうございます。今日の勝因は何でしょう。今日の勝因は多分勝因です。勝因ですか。勝因は僕も分かりません。勝因はやっぱアンカーにかかったんです。じゃあ最後に道の区銀行さんの PR をお願いします。皆さん道の区銀行よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。